エンマータールはドイツ連邦共和国ニーダーザクセン州ハーメルンイコールピルモント軍に属す町村。この町はベーザーベルクラント自然公園内、ベーザー川両岸に位置する17の独立した村が合併して成立した。エンマータールの村落の配置この町周辺に人が存在した最も古い証拠は6万年前のものと推定される石符である。これは ハーメルン博物館が所蔵している。ベーザー川の都市地であったため、古代の街道筋に接続していた。通りの名前やヘルベルクという山の名前が、かつてのヘルベクを想起させる。エンマータールは、ティリチガウにあった。カール大帝は780年頃に、大勢に教会と布教活動センターを創設した。800年頃から1200年頃まで、 民伝司教区の助祭長がこれを管轄した。800年頃には、すでに聖母にファテウス修道院が設立されていたが、司教は交通の便が良い王前を、助祭長とその代官との所在地として選んだ。1004年、王前が初めて歴史資料に記述されている。王で、聖人のハインリヒ二世はビラ王前で文書に署名を、している。フランケン、ザクセン。 ベルフ家が対立する金箔の場に、エーファーシュタイン博が勢力を拡大した。この博家は、ローバッハとネーギルボルンとの間にあるエーファーシュタインに築かれた、エーファーシュタイン城塞を本拠として、自治と権力を行使していた。エンマータール内には12から13世紀に、ヘーメルシェンブルク城、オーゼン城、オール騎士領が設けられた。また、 王前に関する文献記録は1259年に始まった。ザクセンによる支配体制の終焉後には、エーファーシュタイン博とホムブルク家が、ニーダーザクセン南部で最も有力な貴族家であった。ベーザー地方では、両家の所領が工作していた。当時の紛争では、ホムブルク家は、ハインリヒシシ公陣営につき、エーファーシュタイン博は、 皇帝フリードリヒバルバロッサと共に戦った。エーファーシュタイン伯は、ハインリヒス志向の攻撃を退けることはできなかった。伯は、エーファーシュタイン城を放棄して、王前へ引き上げた。1408年から、アムト王前は、カレンベルク公領に組み込まれた。1757年、フレンケトベリーの夫人ズエンマータールは、戦乱や入植地の敗損など、波乱の その後、この地域がアムトグローンで及びアムトオーゼンとして統治されるようになると関係は改善された。1810年にオールベルクパークが造営された。小さなアムトであったアムトオーゼンは1823年にアムトグローンでに吸収され、1859年にはアムトグローンでもアムトハーメルンと合併した。 これに基づいて1885年にはプロイセン王国のハーメルン軍が成立した。自治体エンマータールはハーメルン地域の市町村新設に関する法令に基づいて1973年1月1日にそれまで独立していた17の村落が合併して現在の形で成立した。エンマータールの町議会は28議席からなる。ズンガラ。 基部から長く、大引く金の三角図形によって分割されている。金字部分には黒い水車が描かれている。向かって、左は青字で、向かって、右向きに立ち上がり赤い冠を被って、赤い爪で威嚇する銀の獅子。向かって、右は青字に、銀の斜め旗い。街の旗の色は、金と青である。ヘーメルシェンブルク女性マリエン教会、エンマータール周辺は、 エンマー川の脇谷とベーザー川及びイルゼ川の渓谷、さらにはビュッケベルク、シャルフェンベルク、ヘルベルク、ルーベルク、バースベルク、グロンダーフォルストの森によって特徴付けられる。ベーザー自転車道やベーザールネサンス街道に面している。1810年に造営されたオールベルクパークにはアザレアやツツジの他エキゾチックな樹木がある。南側は芝生と小立が 交互に現れ、北側は谷間の道や階段のある明るい森となる。ベリーにあるこの博物館では様々な時代の農民の生活を見ることができる。手作業の農業から機械化農業への変遷がテーマとなっている。建物の外には農業機械が展示されている。この町はエンマータール文化プロジェクトサイトフュアクルトいう類にエンマータールを実施している。 これは特に博物館を中心に広範な文化生活を提案するものである。この街にはいくつかの合唱団やオーケストラがある。スポーツクラブとテニスコート、屋内プールと体育館、幼稚園や子供遊びサークル、老人ホームと社会福祉施設、妖怪ご住民のための施設がある。グローンゲ原子力発電所、ハーメルン、バートピルモントボーデンベルダーの 都市トライアングル内に位置するエンマータールは観光にも転入にも恵まれた条件を備えている。町が提供している住宅地や企業誘致のために開発された用地がある。この町は東のハノーファー・ヒルデスハイム地域と西のオストベストファーレン・リッペ地域とを結ぶ連邦道 B83 号線が通る交通の便が良い場所にある。町の北西にあるエンマータール駅を ハノーファーエースバーンの S5 号線の列車が利用している。路線バスの便もある。金属、木材化工業、機械の組み立て工場、化学産業、薬品製造会社などがある。グローンで原子力発電所のほかに、ベリーの風力発電施設やオールのソーラーエネルギー、研究所がある。このほか、中小企業がいくつかある。これらの文献は、翻訳元である。 ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。